はい、どうも、トシです。さあ、今回はですね、久しぶりにラーメンの動画を出したいと思います。最近ね、もういろんなグルメの動画を出してたんですけど、どれも思ったように伸びなくて、やっぱりラーメンの動画出した方が伸びるんじゃないかと思いました。というのも最近、青梅市に新しいラーメン屋がどんどんオープンしてまして、これはどれか一つ紹介しないといけないなと思い、今回はラーメンの動画を出したいと思います。ではイクメン、さあ、行くぞ。場所は青森市役所からすぐのところ、こちらの建物です。この天ぷらそば稲庄ではありません。こちらです。ラーメン糸、こちら2022年9月1日にオープンしました。お店の前にはこんなものが、朝取りの新鮮野菜、その日の朝取ってきた野菜を販売しております。100円とお買い得ですね。メニューは中と大の2種類、この他にもおにぎり、そしてカレーセットがあります。まずはおにぎりからいただきます。おにぎりの中身はこちら、ホタテの貝焼き味噌が入っております。さあ、本題に入ります。今回私がいただくのはラーメンの大です。こちら750円、普通のまあ醤油ラーメンですね。トッピングにネギ、メンマ、チャーシューが入っております。いただきます。まずはスープから、煮干し系の醤油スープであっさりとまろやかな味を引き出しております。お次は麺、ふうふうして口の中へ。こちら細くストレートな麺を使用しております。まさにね、糸を引くようで、ラーメン糸の由来はこの細ストレート麺から来てるんですかね。そしてここでブラックペッパーを投入していく。でちょっと刺激的な味に生まれ変わります。もう美味しそうにね、麺をすすっております。そして醤油を混ぜてさらに味を濃くしていく。おっとっと、美味しい醤油です。さあ、おい醤油でも、まあ味もね、少しずつ美味しくなっていきます。あっさりにしてはもうすごいシンプルですよね。誰もが好む、まあ、ラーメンといいますか、まあ、この細ストレート麺がいいよね。癖がなくてもうめちゃくちゃ食べやすい、まあ、本来のね、煮干しラーメンのうまみが出ていると思いました。ごちそうさまでした。いやー、めちゃくちゃ食べやすい、誰もが好きになる味ですね。
今回は9月1日にオープンしたラーメン糸を紹介しました。いやースープがあっさりしてまろやかで、麺はストレートな細麺で、まさに糸を引いてるようでした。ラーメンの糸は美味しい、スープもあっさりしてる、皆さんもぜひラーメン糸に行ってみてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。